はい、皆さんこんにちは。ですね、はい、いきなりですね、まあ串灘が映ってますけど、はい、これは、先日甥っ子のね、あのブーちゃんが僕の代わりに撮ってくれたキャラクターですね。はい、すごい強くて、はい、嬉しいです。はい、でもあれですね、もうあの甥っ子のブーちゃん、まあさすがにね、ずっとこっちにいるわけにもいかないんで、もう帰っちゃったんですけど、まあ、結構ね、家も離れてて、まあ、時間もかかるということで、もう帰っちゃったんですけど、それまでの間にですね、ブーちゃんが帰るまでの間にですね、他にもいろいろイベントがありました。重要なイベントというのがね、はい。毘沙門天ってやつと、アシュラかな、アシュラってやつと、あとイザナミですね、イザナミ、はい、この3つのクエストもね、ブーちゃんにね、ちょっとまあ粗品の僕ではちょっと全然いけたもんじゃないけど、手持ちでは適正というかね、そういうキャラクターがまあいるので、どんな感じで攻略していけば いいのかなとかいう点でちょっとね、まあやってもらったわけですよ。はい、その結果がですね、まあ、こんな感じになりました。はい。毘沙門天はね、ゲットできませんでしたけど、アシュラ、とりあえずアシュラ、はい、1体ゲットできました。これもね、だいたい3回か4回ぐらいクリアしてたんですけど、まあ、1ドロというね、ちょっと渋い感じではあるんですが、はい。で、イザナミですね、イザナミ。イザナミは、まあ、このキャラクター自体強い、まあ、適性もいっぱいあるし、みたいな感じですよね。まあ、あと、結構、運極とかでね、使ってる人もいたりして、結構このキャラクターも憧れというかね、はい、そういうのがありました。はい。このゲットしてくれてね、はい、超嬉しかったです。はい。ですね、この、とりあえず2体分けてるのは、アバロンですかね。爆絶級のクエストで、入手できるアバロンっていうキャラクター。それの、まあ、素材に必要ということで、2体一応、はい、分けてます。あとは、アバロンっていうのは、このアシュラーっていうやつの3体、ラクサンと、イザナミのラクサンがいるわけですね。はい。まあ、それに向けて、まあ、溜め込んであるという感じですね。はい。あとは、とりあえずね、アシュラ、アシュラですね。こいつがとりあえず進化できる状態なので、はい、進化させていきましょう。とりあえずね。はい。いやー、本当にね、ブーちゃんには、感謝の言葉がもう思い浮かばないというかね。はい。まあ、ブーちゃん自体もね、やっぱり母親の携帯を使って、まあ僕の姉ですね。はい。その姉がやっぱいないと、まあ携帯がないと、まあモンストもできないということで、ブーちゃんもね、僕のやっぱこう、携帯でもいいから、とりあえずモンストがやりたいみたいな感じもあってですね、ついでにこうやってくれてるみたいな感じだったんですけどね。はい。そんな感じでまあやってもらってました、ついでにね。はい。じゃあ合成、アシュラの、進化、いきましょうか。はい。アシュラ。はい。素材はまあ、足りるし、この重心力っていうのがかなりまあレアらしいんですが、まあどうなんでしょうね。まあとりあえず2個使うと。はい。アシュラ。じゃあ進化いきましょうか。はい。いきますよ。はい。進化させます。本当によろしいですかと。はい。はい。いきます。なります。はい。おー。いいですね。すごい。青と赤の玉がなんかすごいあって、剣みたいなのもいっぱいあって、なんかすごい、なんて言うんだろう。これでも一応なんか、ロボット族っていうらしいんですけどね。どこが、どの辺がロボットなんだろうっていう感じですけどね。個人的には。はい。これは、
前回、まあ言ってましたけど、不動明王で行けなかった、あまり行けなかったというか、まあちょっと空気かなっていう感じのね、モンストブライトですかね。あいつの、まあ完全にもう上位互換ですよね。マインスイーパーと、まあ、反バリア、あれですね、重力バリアですね。はい。という感じと、まあ、あとは、ストライクショットも、かなり強いと。触れた敵で爆発し、周囲の敵を巻き込みながら、まあ、大ダメージを与えていくと。はい。で、友情コンボはちょっと、微妙らしいんですが、まあ、16方向に、まあ、いろいろ拡散弾、まあ、乱れ打ちすると。まあ、これは微妙、ちょっと微妙らしいんですけど、まあ、このキャラクター自体はね、やっぱ強いみたいなんで、はい、嬉しいです。はい。なんだっけ、飛天アシュラっていうのかな。はい、できました。はい。続いては、どうしようかな。とりあえずね、その優先順位っていうか、亀がね、結構まあ、限られてるんで、まあ、ここでイザナミをまた、レベルマックスまでするか、もう今の強化合成の大成功のその成功率アップ中っていうのはもう終わってるんで、うん、どうしようかなっていう感じなんですが、まあ進化っていうか、イザナミね、とりあえず強化しないと、進化できないということで、とりあえず、レベル上げていきます。はい。まあ、亀ですよね。はい。はい。67。これで、虹が来てくれれば、本当に嬉しいんだけどな。はい、どうだ？おー、大成功来た！いいね、いいね、いいね。さあ、おー、一気に極みまで行ったわ。やったやった。よかったよかった。はい、最大レベル。やったやった。じゃあ、後の亀は、アシュラーかな？アシュラーに使った方がいいかな。進化、イザナミの進化はどうなんだろう。こっちじゃない、こっち。あとこの、紅、高重力ですかね。あれがあと2個必要ということですね。はい。じゃあ、とりあえず、今の段階では、アシュラの方をレベル上げということで、上げていきましょう。はい。はい。この辺で一回かけようかな。虹が来るかどうかっていうのね。大成功が来るかどうかっていうのを、この辺で一回かけて、みたいな。はい。行ってみましょうか。はい。どうだ？さあ。ああ、来なかったですね。まあ、しょうがない、しょうがない。はい。あとは、86、90。ここでも一回虹が出る大成功の可能性にちょっとかけてみましょうか。はい。いきます。はい。ああ、来ないな。来ないですね。はい。あと2体で。はい、ちょうど極みですね。もうこれでもうやっちゃいましょう。はい。はい。はい。これでレベルマックス。はい。できました。あとはタスですね。まあ、タス自体は、まあまあ、余ってるかな。まあ、とりあえず、どうしようかな。とりあえず攻撃、アタックのパスを使ってと。あと8000とかめっちゃいりますね、こいつ。めっちゃいるな。うん。これ大成功来てくれたら嬉しいんだけどな、ここで。さて、どうだ？あー、来ないか。うん。
来ないね。よし、じゃあスピード、スピードは結構すぐマックスになるというか、そんなにいらないという感じですね。まあアシュラというキャラ自体が鈍速タイプみたいな感じなんでね。はい、行ってみましょう。はい、マックスになります。はい、マックスになりました。はい、あとは HP と、 HP も結構いりますね、タスが。はい、うん、はい、というわけで、現状、はい、できました。アシュラ現状こんな感じになってますね。はい、まだタスカンはできてないですけど、とりあえずもう、まあ、かなり強力なキャラクターということで、はい、嬉しいです。はい、これも一人にあの甥っ子のブーちゃんのおかげですね。はい、ブーちゃん曰くやっぱりあのこのイザナミのクエストよりはなんかアシュラのクエストの方がむずいらしいというね、結構むずいらしい感じでした。見てる限りでね、あの位置取りがかなり重要とか、あのなんかパターンがあるみたいで、この時はこの場所にいないとダメとか、なんかそういうのが結構あるみたいで、はい。で、イザナミ自体は、イザナミか。何言ってんだ。イザナミも、まあ一応位置取りは、まあ、大事みたいな感じらしいんですけど、まあ、アシュラよりはちょっとマシかな、みたいな感じで言ってましたね、はい。イザナミ自体はね、あの、進化前よりは、進化後よりは、進化前の方が好きですね、個人的に絵は。はい。この着物みたいな、なんだろうね。この見た目好きですね。進化しちゃうと、なんだろう、なんかちょっと、なんか、個人的にあんまり好きじゃないなっていう。まあ結構なんか、モンスト自体結構その進化前の絵の方がいいっていう意見も多かったりしますよね。はい。で、あとは、この、エールソレイユとかね、あの、全く、個人的に、こう、見た目的にもね、こう、興味がない、こう、一昔前の、なんかこう、ロボット系の、こう、アニメに出てきそうな、まあ、ガンダムとか、まあ、そういう感じかもしれませんけど、まず、全く興味がない、という感じではあるんですが、とりあえず、甥っ子のブーちゃん曰くね、やっぱりその、あの、運極のキャラクターを作ってて損はないし、むしろ作るべきだと。あの、作っておかないと、まあ、やっぱりそういう、マルチとかで参加する場合もそうですけど、やっぱりその、ま、いろいろ効率が悪いと。いうわけで、ね、まあ、何でもいいからもう、運極をもういっぱい作った方がいいっていうことで、あの、このエールソレイユがとりあえずまあ、クエストが簡単だよということで、はい、かなり周回しました。はい。で、運は、まあ、ラックが54ですね。はい。とりあえず、まあ、今回ね、なぜか、あの、エールストレイユの、イベントは、なぜか2時間。なんか、普通は3時間あるらしいんですけど、まあ、今回は2時間ということで、まあ、まあ、2時間で、まあ、54もいければ、あと1回、その、まあ、3時間とかね、その、クエストが来れば、もう、あの運極にできるかなという感じですね。はい。で、あとはですね、ベルダンディ、なんかこいつが当たりました。あのガチャでね、ベルダンディ、はい。あのこれは甥っ子のブーちゃんが引きました。はい。あのね、甥っ子のブーちゃんもね、なんですかね、やっぱこう、母親がいないと、まあ、携帯がない、まあ、モンストができないということで、まあ、そういうのもあってですね、まあ、僕の、まあ、こう、携帯を使って、まあ、ガチャだけでも、こう、楽しもうみたいな感じが あるみたいなんですけど、今回ね、あの、僕がいろいろ、バシバシと、こう、神引きというか、いいキャラばかり当ててるというところでですね、やっぱ、嫉妬があったらしいんですよね。それでですね、この僕のアカウントで爆死させてやろうみたいな感じで
思ってたらしいんですよ。なんかブーちゃん自体はいつも爆死するらしいんですよね。まあなぜかわからないけど、はい。なんでこっちの端末でも爆死が見たいみたいな、爆死させてやろうみたいな感じで、まあ、引いたらしいんですよね。はい。その結果ですね、2回だけ、はい、引かしてあげました。事前にね、クシナダいましたよね。クシナダ、はい、このキャラクター、これを普通にね、サクッとクリアしちゃったんで、お礼としてね、ガチャを2回ぐらい、まあ、3回って言ったかな、3回ぐらい引いてもいいよと、はい、言ってたんですけど、まあブーちゃんはまあ2回でいいと、まあ、とりあえずまあブーちゃんはまあガチャがとりあえずかなり楽しみみたいな感じで妄想やってるみたいなんで、とりあえずガチャを引いていいよと言った結果ですね、まあブーちゃん的にはこう爆死してやろうみたいな感じで引いたらしいんですけど、まあ1回目は普通のザコがなんか出てきて、2回目でベルダンディと、まあ僕にはね、画面見てて、なんかよくわからない、なんかあまり強そうじゃない、変な古そうなキャラクターだなぁと思ったんですけど、またブーちゃんのね、嘘みたいな感じの、そういう発言でですね、あ、なんかいいキャラが当たったんだなと、そこでわかりました。はい。ベルダンディ、こいつはフレンドさんにもいるキャラですね。はい。こいつめちゃくちゃ強いですよね。レーザー、友情コンボですね。進化後の、進化かな、神化かな、神化か、神化後の友情コンボがすごい、レーザー反射してすごい強いし、みたいな。はい。ブルダンディは当たりキャラということで、はい。そんな感じですね。あと、今、アーサー、育成、というか素材集めしてますよね。進化、神化させるためにね。はい。で、今、こいつと、この E400 ってやつですね。はい。こっちが、まあ、素材なんですけど、まあ、2体、ラック2で足りるんで。で、こっちは、まあ、さっき言ってたように、まあ、どんなキャラでもいいから、運極をとりあえず、まあ、多く作っといた方がいいと。まあ、このゲーム自体、運極を作るような、まあ、ゲームっていう感じらしいんでね。あと、いつ何時、まあ、このゲームはいろいろ適正キャラとかやっぱいるじゃないですか。やっぱそういう点で考えると、やっぱり適正クエストでね、なんか、いつ何時必要になるかわからないし、特に運枠、運極で参加できるってなると、やっぱそれはかなり効率がアップするわけですよね。はい。なんで、もう、どんなキャラでも、まあ、ある程度ね、やっぱ、どんなキャラでもっていうのもあれですけど、ある程度やっぱその使えるキャラはもう、絶対にもう運極作ってた方がいいということで、はい、機能ですかね。はい、E400。こいつのクエストがあったんで、まあ、周回してました。で、まあ、一応マルチで参加してたんですけど、あんまり、なかなか入れなくてですね。まあ、28しか行けなかったんですけど。とりあえずね、まあ、アーサーの素材として、まあ、ラック2の E400 は、まあ、確保できたんで良かったです。はい。あとは、エールストレイユ。まあ、そうですね。エールストレイユも活集化しましたし、そうですね。まあ、こんなとこですね、今回は。はい。とりあえず、まあ、ブーちゃんのおかげで、まあ、アシュラ、ビシャモンテンはね、残念ながらゲットできませんでした。3、4回ぐらいクリアしたんですけど、はい。なんか、なぜか、まあ、落ちなかったということですね。はい。で、まあ、今回ね、このイザナミと、まあ、アシュラ。はい。こちらが、この2体が、まあ、この超強いというね、まあ、適性もいろいろあっていろいろいけるというキャラクター。この2体がね、もう初心者の僕なんかは絶対まあ、ゲットできないような、まあキャラは揃ってるんです。まあ、その適正キャラみたいなね、あるんですけど、やっぱその腕っていうかね、その攻略的なそういう意味合いではやっぱり、まだまだ初心者の僕ではちょっと無理な、あのクエストも、まあ、ブーちゃんのおかげで、なんとかまあクリア、普通にクリアできて、まあ、ゲットできたというわけですね。はい。ブーちゃんには大感謝しております。はい。というわけでですね。まあ、今回はま、こんな感じの報告になるんですが、
最後にね、超獣神祭ありますよね。ガチャ。はい。あと、今、11時なんで、ちょうどあと1時間ぐらいで終了します。この超獣神祭がね。はい。でですね、まあ、最後なんで、まあ、1回だけ単発で引いてみようかなと思います。はい。超獣神祭は、とりあえず、新宮ガチャでも、金の卵ですかね。まあ、確定みたいなんで、はい、行ってみようと思います。はい。まあ、こういうのはあまり、まあ、長々と言っててもしょうがないんでね、サクッと行きましょう、サクッと。はい。じゃあ行きますよ。はい。シングルガチャ。はい、ガチャル。はい、行きます。はい。何か、来い。何か来い。さあ。はい、何でしょう、このキャラは。なんでしょう、なんかすんごい弱そう。はい、星4ですね。はい、ハゼです。外れましたね。はい。というわけで、今回は、はい、この辺で終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、またよろしくお願いします。